次行きましょうか。はい、それでは次です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします、うん、はい、日本大学の長田沙耶香です。成城大学の東さゆみです。はい、今回はマヤ特派員の代わりに目から鼻から口からについて取材してきました。それ大丈夫なの？放送できんのそれ？ギリギリ汚そう、ね、目から鼻から口からって大変でした。大変なことが大変だったの？いいのそんなの、はい、お願いしちゃって、はい、今回は特別に、出しました。はい、はい、それでは VTRどうぞ。こんにちは。私たちは今 TVK の受付前に来ています。はい、この近くになんとカラウマの韓国料理屋さんがあるということなので、なんとここから走って5秒らしいです。はい、もう早速行ってみようか。はい、走ります。ということで、私たちが体験してみました。TVK を出て左、冷静に走った。TVK からなんと走って5秒です。こちらがコリアンダイニングダモア。とっても落ち着いた店内で、大人の雰囲気たっぷりでした。おしゃれ。ここはコリアンダイニングダモアさんですよね。はい、ダモアってどういう意味なんですか？韓国語で人が集まるという意味です。いい名前ですね。とりあえずすっごくいい匂いがね。ずっとする。この美味しい匂いの正体はこちら、大人気の石焼きビビンバです。ダモア特製の食材がたっぷり入っていて、食べ応えも抜群。皆さん美味しそうじゃないですか。わかめのスープもついていて、これで800円なんですよ。これ1000円以上するんだよ。なんだあれは、あれはなんだ、おじちゃん、すごいジュージュー音がしてますよね。具がもうしっかりと、いい匂いだし、すごい美味しそう。じゃあお待ちしてよろしい。はい、お願いします。特製のお店なんで、全部入れちゃった方がおいしい。ねー、はい、結構ボリュームあるんですけど、音がいいですよね。ナムルがすごくふんだんに入ってるんで、はい、ナムルそっくりなんだ。これがおこげですね。あー、おこげ大好き、はい、すごい、はい、おこげいっていい、いっていい、どうぞどうぞ、おこげ。あの、隣にいるんですけど、あのおこげを噛む、あの香ばしい音がすごい聞こえる。このタレが、ちょっと全然違う。そう、なんで？なんで？なんで？もう食べ息が本当出る。気づかないうちに手が動いて、また食べてしまう。美味しいよね。ないんですけど、すっごい美味しい。そして辛いものを食べて汗をかこうということで、ダモア激辛メニューナンバーワン、ナンバーツーをいただきました。はい、長田はダモア1の激辛メニューである生の青唐辛子をいただきました。敵だ。まだ来ないです。これから来ます。じゃあ私は長田さんの辛さが来る前に、青唐辛子の肉詰め、この中にお肉入ってるみたいなんですけど、食べてみたいと思います。東は激辛ナンバー2に挑戦しました。ん、あ、辛いけどお肉しっかり入ってて美味しいけど辛くて美味しいです。あ、辛い。あとからしてる舌が燃えます。辛い。でも味噌は本当に美味しいんです。でも辛い。皆さん、暑い夏を元気にぶっ飛ばしましょう。以上、東と長田と吉田がお送りしました。スタミナつきます。来てください。相当辛くて、なんかちょっとおかしなキャラになってたよ、なんか。ちょっと。なんか二人でなんかサウナ帰りみたいな顔で。本当に運動した時のように汗を二人でたっぷり出てくる。汗と涙がもう。はい。
まあ、でも美味しいんでしょ。はい、すっごい美味しいです、はい、食べに行ったことあるんですよ、私あそこの青唐辛子の、私は2番目のに辛い肉詰めの方を食べたんですけど、うん、あれでも相当辛かったから、本当お皿の食べたいナンバーワン、かなりね、すごい汗出てたよね、もう、そうやばかった。でも味噌つけて食べたら本当に美味しくて、はい、行けました。これからもやっぱ暑い夏は、ああいうのでこう汗をバーってかいて ね、ビールで舌包みみたいな、最高ですよ、はい、暑い方がうまいもん ね、確かにね。とっても TMK から近いんですけど、うん、住所はこちら、電話番号はこちら、営業時間はランチとディナーによってちょっと違うので気をつけて行ってみてください。違うんだね。はい、それでは地図です。もう見てすごくわかると思うんですけど、TVK との距離がすごく近いんですよ。なんかもうえ、まあ、とにかく TVK を目指してきてるんですよ。だからもう TVK の受付で聞くのはやめてね。今ちょっと出てきたの、唐辛子の肉詰めっていうのは中国にもないので、ない、初めて見ました。食べてみたいですね。ちょっと興味ありますね。はい、はい、長田さん、東さん、ありがとうございました。ありがとうございます。